俺は最近スパイシーなカレーを食べるようになった。なぜかって、そうだな、スパイスには栄養がたくさん詰まっているのを知ったからさ。世間では塩分控えめとか砂糖が体に悪いとか言ってるけど、そんなの嘘だということを最近教えてもらった。基本的に本当の健康法はいろいろなものを食べることが大切だとも教えてもらった。だから俺のカレーにはいろいろなものを使う。肉の下味にクミンパウダーを振る。聖書にクミンの記述がたくさん出てくるので、とても体にいいのだろう。玉ねぎはたくさん使えば使うほど味に深みが増す。オイルでクミンシードを炒める。弱火で玉ねぎをじっくりと炒めていく。玉ねぎを炒めながら具材の準備だ。蓋をする。ニンニクをする。カレー粉を入れる。マサラを入れる。
コリアンダーを入れる。シナモンを入れる。隠し味に醤油を入れる。ウスターソースも欠かせない。焼肉のタレも大切な要素だ。最後に蜂蜜を入れる。キャベツのサラダも食べよう。ドレッシングは自家製のオニオンドレッシングだ。